そう、マイケル・スミス、あとアスピナルとか、あそこら辺が変えてきてる、変えてきてるんですよ。まああれでしょうね、だってダーツも結局こんなのなんて誰も想像してなかったですからね。これはねこれね、これは秀逸だと思います。秀逸だったでしょ。あ、っていうのはね、これねすごいでしょ、コンドラックス、うん、これですね、めちゃめちゃテストしたんです、アホみたいなあと思いますよ。で、いろんな人に投げさせて、投げてもらって、うん、で山田も含めて、うんうん、そしたらめちゃくちゃ、なんかね、なんか俺思ったのが、うん、フライトって、はやばい方がいいと思ってたんです。あ、違う、フライトは、あ、小口さんね、すいません、俺ってフライトってやっぱあのこれ全体にダーツって軸ができるんですよ、うん、ここに軸ができてて、うん、でフライトとかも硬ければ硬いほど、俺のイメージですね、うん、あのなんだろう、軸ができてアンダースタッキングとオーバースタッキングって、うんうん、オーバースタッキングでもですね、ここが硬いと、うん、やっぱ反転して、うん、こうはいかないですよね、うんうん、こっちがこうなるんですよ、うん、でアンダースタッキングでもこう当たるから軸が反転して、うん、でやっぱりこっちに寄せ付けられる、うんうん、先に寄せ付けられるっていうのがこれをテストしてて分かったんですよ。うーん、でこれ絶対いけるって言ってやれって言ってやったんですけど、やっぱりもう散々僕はスタッキングあんまりできないから、でもそれでも10回やったら、山田が10回やったら 8回ぐらい当てれるとしたら、自分10回やって3回とか4回しか当てれないけど、もうこれ反転することに気づいた。だから実はこうアンダースタッキング、オーバースタッキングとか、ここの軸がしっかりしてたら、理論的には俺寄せ付けられると思ってさ。あ、そうですね。ここでこう歪んでしまうと、そうで横に当たっても引き付けられるんですよ、こう、うん、ということを僕はちょっと今後これを大学教授かなんかに証明してもらおうと思って、うん、物理の先生とかだったらもうすぐできるんじゃない。あ、誰か紹介してください。物理の先生とか、聞いてみます。お願いします、うん、だからアンダースタッキング、オーバースタッキングって観点じゃなくて、ここの軸ができれば、ここがしっかりできていけば、うん、全部僕は判定すると思ってます。ということは、じゃあソフトでどうなのかって、ソフトでちょっと研究したんですよ、うんうん、ソフトって水平じゃないですか、うん、でもここの軸が、ここがないんですよ。そう、柔らかいんですよ、ティップだから。ティップで曲がりますもんね。ティップで軸がいないから力が、まあ、でもスタッキングはするんですけど、ここの軸が一本芯が通ってないから、やっぱりこう完璧にはスタッキングやっぱしにくいんですよ、うん、で穴だから、だからこう当たってこう反転するのに、ここの軸が緩むから、うん、あのきちんとスタッキングしないんですよね、うんうん、ここの問題じゃないんですよね、やっぱり、うん、ここの軸の問題なんですよね、うん、っていうのをコンドラックス開発の時に分かったんです、うん、だから僕はこれは絶対必然的に絶対、まあ、売れると思いましたよ。あ、小口さんも思いました、うん、あ、さすが。だってこっちより全然こっちの方がすごいいいと思ったんですよ。いや、でもですね山田はすごくて、ソフトはイヤーコンじゃないですか、うん、あの要するに当たらないですもんね。ここが柔らかいから、ここの軸とで、うん、要するにマイナスマイナスはプラスとか、プラスプラスはマイナスみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。明らかに自分ソフト投げてたら、自分の飛びではやっぱりコンドル、ヤバコンの方がいいですもんね。やっぱり柔らかいから逆に吸い込まれるっていう。いや、それそういうのはあると思いますよ。